グルドンは、フランス、奥下にー地域圏、ロット圏のコミューン。グルドン、アン・ケルシーとも呼ばれる。グルドン住民は、グルドと発音する。現在のグルドンの町は、周囲のブリアーヌ地方を見下ろす丘の上。グルドンは、ウエケルシーにおける最も強力な封建領主である、ホルタニエド・グルドン家の支配を受けていた。グルドンは、コーズ・ド・グラマ地方とペリゴール地方の間に、 ある、砂地のブリアーヌ地方にある。グルドンは、カオールから4 5トルサルララカネダから2 5トルブリーブライコールガイヤルドから7 5トルの距離である。セウ川がコミューン内を横断し、マルシアンド川がコミューンから発する。A20、鉄道のグルドン駅でアクセスが可能である。グルドンは、周囲を見下ろす。 標高286メートルの丘の上にある。13世紀以来サンピエール広場の同じ建物にあった市民の政治が継続してきたおかげで、グルドンの行政官は役場の中に1 2 4 9年からの歴史を今に伝える自治体の公文書の優れたコレクションを維持することができた。グルドンの場所は中世に円形状の城壁、防衛用の城を備えた城塞。 すなわちカストルムであった。グルドン領主については839年の公文書の中で触れられている。西ごと出身のオドルリックが領主であったとされ、彼がグルドン家の先祖である。ジェロー3世は10世紀のグルドン領主であった。一族の一人であるベルトランド・グルドンは伝えられるところによると、シャルの戦いでリチャード1世を殺害した。住民は、 通常の検証が授けられたことにより一部、省園領主の貢献下から外れた。1244年には税の検証を受け、4人のコンスルたちが行政を行うこととなり、カオール市教とケルシーのセネシャルがこれを確認した。100年戦争中、グルドンはイングランド王国への抵抗運動の中心地として名を馳せた。町はイングランド軍に占領された。 当時のグルドンは厚い壁で守られた城であった。シャルル七世時代、城は退却するイングランド軍によって破壊された。封建時代の終わり、グルドン領主たちがカオールからロット川上流の道を影響下に置いた頃、ロット川の水上交通をすべて管理していたカオール司教に対する異形の念は続いた。テューレンル家はドルドーニュワタニやサンシュルピースや ケルシー西部を治めるカルダイアック家を支配していた。フォンタニエ・ド・グルドン家は、グルドンとセヌビエール城、モンブラン城を治め、途中で現れた家系である。ラバスティド・ミュラ、またはバスティダ・フォルタニエ・タ・デ・ゴルドニオは、すぐにロカマドゥールへ向かう巡礼者たちの避難所となった。ユグノー戦争中の1562年、町はユグノーの影響を受けた。グルドンは14世紀に、 カルダイアック家が領主となり、その後ジャンダルマニャックのものとなった。グルドンの街では、ブルジョワ階級が繁栄するのと同様、コンセルたちによってよく管理されていた。貧しいグルドンは、時には屈辱的ないじめや法外な権限を取り付けたりする領主に対して反感を抱いていった。ルー・コンソラットはシャルル7世やルイ11世といったフランス王たち 王たちは強力な領主たちから住民を守ってくれるからであった。1619年、フランス元帥にして、グルドン領主、ポンスド・ロジエール・テミーヌは、若いルイ13世と対立する王大号マリード・メディシスから信頼されていた。すぐに王に忠誠を示し、マイエンヌ公爵式の下で、住民は城を包囲し、町のコンスルの最終的な派遣を確立させた。16世紀は、 織物と洋服の仕立てで、町は繁栄の最盛期を迎えた。当時すでに人口は5000人を数えた。近代以降の上、ケルシーの衰退によって、グルドンは、容易に影響力をなくし、ルネサンス期の中世グルドン経済の強さを見えなく、していった。20世紀初頭のグルドン人口は4260人であった。参照元、カシニー。 INSEE 農業及び農産品生産が観光とともに町の経済の主役である。ありがとうございます。